高熱がついたせいか、自分が弾いた音がちょっとなんか遠く聞こえますね。こう遠く聞こえる、なんかね。で、went to hospital in our town, Amizaki. Perhaps a disease like cold. Fever and pain.私の文章に、まあ、お金を払って有料メルマガを読みたくないっていうのもまあ分かるけど、まあ、2チャンネル見たけど、まあ、あの文章、あ、そういうこと言ってる文章をまた今風の、まあ、実に頭の悪そうな文章ですね。言ってるのもリズムとかがあるから、まあね、最近のこの文章だなと思ったけど、まあ、僕は嫌いですね。中途半端であるということなんだけど、でもね、まあ、あのプロに ならなければいけないっていうのもっと大人なくてですね、まあ、まあ学校とかで、別に学校じゃなくても子供の頃に、まあ、まあ自分で冊子を作ったりとか、テープを作ったりしたりの、まあ、延長みたいな感じで、まあそのくらいしか、まあ、まあそのくらいのことですよね。まあ別にそういうものを買わない自由っていうのはあるよね。まあ、俺もまあ自分が金を出して消費者の立場だったら、まあ、あんまりそういうアマチュアとか、まあセミプロ、セミプロ、まあ、アマチュアいずれにするものものをですね、まあ、わざわざ特に好んで買うかっていうと、まあ買わないかもしれないよね。まあ、それでまあ生活するとかしないとか、お金を稼ぐというよりかは、まあ自分がやりたいことをやり続ける方が大事だから、まあね、まあ逆に少額でもお金をいただこうとするとかえって不自由、いろんな問題が起きてくるから、まあやめて久しいですもんね。文句言ってくれているからね。まああれをまあフリマみたいなもので楽しいからいいと思うんだけどね。壊なければいいだけで、それだけのことですね。痛い。マラダテッド、ノン、コール、アンティア。
俗にさ、読まない人は書かないというふうに言うけど、その例で言えば、自分が消費者として積極的に買わない人は、こういうコンセプトで売ろうかっていうこともあんまり知らないかもしれないけど、ね。だけど俺はね、実は5年前のところですね、42年生きてて、自分が自身が有料メルマガを登録したことってのは多分1回もないんですね。まあだからまあ自分は金を絶対出せないのに、まあ自分は何か売りつけたいというのは虫がいい話かもしれないね。まあだけどまあ貧乏であるとケチケチっていうこともあったけどさ、でもなんかそんなに有料でやりたいのものを買いたいというのはもう思わなかったという、まあ、そういうことで言えば、まあ、岡田斗司夫のクラウドシティとか、まあ、勝間塾みたいなの面白いかもしれなかったんだけど、でもまあちょっと いまいちも踏み切れなくてですね、だいたい僕は起業しようとかいうことは もちろんないわけですからね。で、まあ自分自身が有料コンテンツっていうか、まあ、メルマガを有料で購読したことってなかったわけなんですけど、まあ、無料ではいくつか読んでるけど、もう最近どんと減ってるけど、まあ、それをまあ読み続けてるのは、まあ、勝間和代さんのメルマガとですね、あとは高間忍さんっていうカウンセラーの方のまあメルマガですね、まあ、それしか読んでないです今、ね、無料でもね。ちょっと待って、まあ本とかは別にその今は Kindle Unlimited とかもあるし、まあ、無料とかね、まあ、定額で限りなく、まあ、ある程度内容偏っていると読めるとは思うんで、わざわざその個人のメルマガ的なものを読みに行かなければいけない理由っていうのもあんまりないのかもしれない。まあ、そういうことで言えばもう、まあ、世の中的なというか、まあ、社会的な話、まあ、ポリティクスみたいなのを聞きたくないわけなんだけど、まあ、どうやって儲けるかみたいな話もさ、まあ、変にまあ人生論とか説教みたいなのも嫌だから、そうするとね、まあ、こういう生活をしてます、こういうことが便利ですみたいなコンテンツの方がいいなということで、まあ、そういうことで言えば一昔前に何がテーマの調整だけど、勝間さんと加山さんの論争というのがあったけど、まあ、僕は今だったら、まあ、勝間さんの方がいいと思うっていうか、まあ、最近の加山さんはほとんど政治の話題多くなっちゃったから、まあ、しょうがないかもしれないけど、僕はまあ嫌ですね。もう個人的な傾向的に個人的な独語感みたいな、まあ、今日はちょっとこの 声もおかしいと思うけど、よくわかんないけど扁桃腺って、まあ、これもよく話しますよね。まあ僕はもう中年だけど扁桃腺が腫れたみたいなんですよ。腫れたっていうか、まあ、可能性みたいで、いや、さっき帰ってきて薬飲んだから、まあ、少し抑えられてきたけど、でもまだ少し声は変だと思いますけどもね。であんまり喋らないし、あんまり長い時間もできないけど、まして少し、まあ、調子一発で的でも歌うっていうのは今日ちょっとほら扁桃腺炎ですからできないけどもね。クラウドシティじゃなくて、なんとかオタキングのとか、まあ、勝間塾みたいなのあれでも、まあ、僕は、まあ、まあ他人、まあ、他人が言うとまあダメだと思うから、まあ、まあ一緒に学ぶとか修行するような、修行って言ったのが仏教みたいだけど、なんか、人がいるとか、あるいはライバルがいるとか、
自分の成果を発表しますみたいなことだとやっぱりちょっと無理だと思うから、だからまあ結局やってないけど、何か面白いものはないかっていう、ね、面白いものがあればいいんじゃないかみたいな話、こう関心でしかないから、まあまあ自分にとってはまあナムとかもそういうものだったっていう期待したものはだけど全然違ったんだけどね。まあそういうことでした。なんか面白いことがあるっていうか、まあね、何かいろんな人が自分なりの何か売ってるみたいなね、タコシエとか握る牛みたいな、まあ、感じだと面白かったかもしれないんだけどね、まあ、現実にはなんかそういう面白いことってないほとんどなかったですね。まあ、俺の探し方が悪いのかもしれないし、まあ、ご承知のようにっていうか、まあね、返答せんとかなってなくてもまああまり積極的にあちこち出ていきませんから、まあね、まあ探し方も足りなかったんだろうとは思うけど、まあ、なんか結局ほら、まあ、メルマガ有料メルマガとかだけじゃなくて、まあ、技能交換とかにもお前から何を教わるんだみたいなことになっちゃうけど、まあそれはそうなんだけどさ、まあ、いろんな人がいるから、それでまあ得意なことっていうか、それに関心を持っていることをお互いに交換し合ってみたいなのが面白いんじゃないかっていうのが、まあ初発っていうか、その最初のイメージで、まあそこからほとんど、まあ、変わらなかったけど、まあ残念ながらまあそういう面白いことってなかったと。そしてまあ、もう俺よくわかんないけど、まあ世の中の普通の意味で、まあ、政治的な動きっていうのはすごく多くなってきちゃってると思うから、そうなってくると、まあ私は関心がないっていうか、むしろマイナスっていうかね、むしろそういう動きにも反対だっていうことになるから、あんまり自分としては面白くないってことになっちゃった。さっきフェイスブックにというか、まあ、ツイッターのエブリポストで書いたけど、僕はね、小学生の頃毎年12月くらいに1ヶ月入院してたんですね。まあ、それは風邪とか扁桃腺を腫らしてってことだったんだけど、まあ、それだけの、まあまあ、黒毛でもよくあることだけど、まあ、虚弱体質だから、まあ、それだけでも熱が下がらなくてですね、1ヶ月くらいよく毎年入院してたんだ、小学生の頃ですけど。だけどまあいつしか、まあそこまでね、重篤にならなくなってはきたんだけど、まあだけど、まあ中にはまあ盲腸みたいなもんで、扁桃腺なんかいらないから取っちゃう人もいるけど、僕は取ってないんだけど、だから今回は自分がまた腫れちゃったっていう感じですかね。結局だから、まあたまたまほら2チャンネルでメルマガの話してたから、それでずっと言ってるけど、なんだミニコミ的なものは好きだった方がやりたかったのかっていう、ウフェ文化みたいなね、大学時代みたいにやりたかったのかとも思うけど、まあそれだってね、まあ、僕は自分が作ったことはあるけど、まあ他人のほとんど関わらなかったし、思わなかったからね。
まあ、ナイスケートもそうなんだけど、あんまり今、世の中という他人に興味なかったっていう、お金も使わなかった、使いたくなかった。まあ、だから自分が何か行ったりとか、書いたりすることには興味があるが、あんまり社会に存在している、マーケットに存在しているコンテンツをですね、まあ、自分で買って読むとかいうことはほとんどなかったと。今もないですね。まあそうすると何、私、まあ、豚だしはインプットが少ない、ないのにアウトプットばかりしようとしてみたいなことを書く人がいたけど、2チャンネルですね。まあそういうね、そういう発想僕持ってないからね。まあつまり情報整理すればいいみたいな。あとは何だ、その中でやっていく、それを整理してこういう考えを出していくみたいな、ないから。まあ自分の内部にしか関心がないから。そうすると、逆に言うと、まあ他人の方は、まあそういうものに関心がないかもしれない。まあそれは仕方がないことだけど、まあ要するに、まあそういうことで、他人と競争していこうとか、まあ自分を高めていこうっていうことは私はなかったし、まあ、これからもないと思う。批判するということも分かるわけですよ。だから、まあ、ある程度一般的な音楽でもね、一般的なことを習得した上でしか新しいことは独自のことできないだろうと言いたい気持ちはよく分かるけど、まあ、だけど、まあ、私の場合は別にオンライン行ってですね、それでピアノを極めて、それからまた何か自分のところに行こうかっていう選択肢はなかったので、最初からね。だから、まあ、自分でやってきたということだから。そして、昔のジオシティーズのホームページの中に載っけてたさ、読売新聞のあれを、コピーペしてた人いるけどさ、まあ確かにないこと書きましたよ。だからな、何や、な、あな、死亡書に、まあ、バカじゃないって言われるかもしれないけど、もう俺はだってそもそもそういう試験自体受けたくなかった、すごくね、嫌だったんですよ。だけど、まあさすがに、まあ内部ステージブラブラしてたから、まあ、受けるだけでも受けなさいっていう家族が言われてですね、仕方なく、もう気が乗らないのに無理無理書いたら、まあ、ああいうことになってしまったんだけど。で、そして、まあ、そのなんだ、90年代のですね、その最初の頃のホームページにですね、まあ、音楽の実験をしてみたけど失敗だったと、私が書いたからといって、まあ、それ別にやめたわけじゃないし、まあ、成功しないかもしれないけど、まあ、そういう話ですね。まあ、成果とか野心ということは僕は必要ないと思うんですよね。好きなことだけやればいいと思います。お金にならなくても、まあ、他人から認められるということも必要ないと思いますね。まあそういうものすごいマイナー趣味です、僕はね。マイナー趣味っておかしい、趣味じゃなくて、まあ、自分自身がマイナー、マイナーというか、まあものすごくマイナーですね。
る一般的な、ことがですね、知らなければとできなければということでは、まあ一応僕はあの表面的にはですね、一応一通り哲学史を勉強したんだけど、ものすごく退屈でしたね。まあそれは常識的に、まああの、まあ例えばデカルトならデカルトがどういう説を唱えたとされているのかっていう、まあ多少突っ込むかもしれないけど、大学とかだったらね、まあそれは勉強してない方がいいかもしれないけども、自分の中ではものすごく退屈だった、そういうことですね。それに限らず、だからまああのそれはもうほとんど義務感ですね。まあそういう教科書的なお勉強っていうのはね、義務感でやったんだけど、まあ退屈でものすごく嫌だったし、まあ自分と知れるところも多分少なかったということで、まあ、まあ自分の内部だけは重要だということで、そこに帰っていきたいということを最近はよく思ってますもんね。まあそういうことでは大学とかいう大学に限らないけど、本当に向いてなかったと思うんですよ。まあまあそれはあの生半可なっていうか、薄っぺらな、まあ自分独自のものとか自分の観点みたいなものがいかにあの無意味なものだかっていう、そういう過程ですから、まあね、まあ少しまあ気取った言い方とすれば、まあ象徴的虚勢のっていうことで、あのまあそこでまあ何かのまあ、武道とかですね、習い事じゃないけど、まあそういうことでまあ一般的なところに入っていくっていうことなんだけど、まあ僕はそういうことすべて嫌だったので、まあまあ向いてなかったということですね。まあだからまああの最初から嫌だったので、あの結局だからその哲学史を一通りやったけど、まあ本当はまあバローズみたいなものを読んだりとか、あるいはそのむしろ自分で書いたりとかいうことをしたかったんだけどね。だけどまあそうはあまりにも無手活流っていうか、あまりにもね、フォームがないとですね、まあどこからやっていいか分かんないから、あの手をつけがたいっていうことで、まあ教科書的な勉強ってことだったけど、まあすごく退屈だった。ですからまあそういう、まあ、まあ中途半端なっていうか生半可な個人性っていうものを消してですね、まあ、一般的普遍的なものというそういう過程協定にそもそもあまり馴染まなかったと思うわけですね。だからまあ誰か偉そうに、まあ修士マスターのレベルとか学士のレベルにも達せないと言われてるけど、まあそれむしろ光栄でありましたよね。まあ実際あの学歴とかそういうことにこだわってる人間っていうのは他に一番そういうことないのかっていうことなんで、まあ、僕は嫌なのでね、まあ高島さんとか、まあ、菅さんもあったけど、まあ、まあすごく嫌なこともあったから、あのまあ実際言わないかもしれないけど、まあ、気持ちの上ではね、もう修士号も学位も学士号も返上したいくらいで、まあそのくらい不愉快だったという、まあ、自分自身でありたかったし今もそうだということなんですね。まあ確かにまあ客観的にテキストを読むとか他人の考えを理解することを極めるということなしに自分の考えなんか合うのかって言われたそうだけど、まあ僕はまあそういうことに、まあ謙虚の己を殺していくっていうことに全く向いてなかったし、まあそういうことではまあ最初がダメだったっていうか、落ちこぼれだったっていうことですね。まあ自分のことにしか関心がなかった、今もないけど。
stop mocking. I think it's a bad joke. Like trip, not the journey, but booby trap. まあ、これだけまあ年を取ってもですね、まあ、自分の内部とか自分の内部が出てくるものとか言ってもそれ何であるのかとか全然わからないんだけど、まあ、よくあるまあ世の中のマルクス主義的なものだとですね、他者との交通というかコミュニケーションの中でしか社会的にしかつかめないよということなんだけど、僕はそれは違うと思うから、そういうことを言っている人たちと根本的に違うから、そういうことですね。あなたが久しぶりに俺はあなたは誰か分かんないです。だからまあ他人との交渉の中でしか自分の中からというものをつかめないというのを思わないということです。コミュニケーション否定論ですね。こうやって話しちゃうけど、それ本質かも何もないわけでしょ。と僕は思いますね。昔違った人とか、いわゆる友達も友達と思ってないから、C3 とか、あとは、いろんな形で、たまたま肌を合わせた人っていうのも全然信用してないからね。2チャンネル見るとよくわかりますよね。Thank you.
まあもっともな面もおるやけど、俺は権威主義者ってのは嫌いだね。後藤さんとか C3 とか。もう最近はだから、まあジャズもあんまり聞いてないけどね。もうライダーの主題歌しか聞いてませんけどね。結局自分が好きなものが一番いいんじゃないですか。そういったまあ反知性主義でね。それは、まあ、例えばベートーベン偉いとかですね、まあ、ヘーゲル偉いとか、そうなんだけど、まあ、自分の好きなものが大事だっていうことでしょうね。まあ、そういう自分の感覚のこだわりしか興味がないから、まあ、だから一般的なものに入れないっていう、入りたくないし、入れない。孤立した個人がいいと思いますとかね。万人が認めるものと一致、万人みんなが共通のものと一致してですね、何が楽しいのかっていうのは全然僕分かんないですね。僕は嫌だからやらないけど、まあ個人の選択としてですね。結局そうすると、地域のじゃなくてもネットの偏屈おじさんってことにならない可能性が高いけど、まあ、それでいいんじゃないかっていうか、無理にみんなに合わせてもね、まあ、窮屈で嫌なだけだから、まあ、器用方便は単に損する。自分の好きなものを読んで聞いて弾いていればいいというふうに思うと。借金たまれば読書サービスでも、まあ、そういう自分が信じる方向でいいのだという人たちはそれでいいんじゃないでしょうか。成功してる人じゃないね。もう俺は自分の内部が大事だから、そういうことで。I'm broadcasting from Japan and Chiba Prefecture, Funabashi City. まあ、外国の方は日本のネット環境、とか興味ないと思うけど。俺が借金玉は何が嫌だったかっていうと、まあ、ポリコレ棒とかそういうことじゃなくて、オタクが芸術論に一丁噛みすると音もなく忍び寄って腹部を貫く概念棒とかいう、何のことか分かんないけど、まあ、勝手にしろよと思うわけで、まあ、そういうふうに見たい人は見ればいいと思うから、みんな好きなこと言えばいいというふうにしか思わないので。
そんなくだらない棒をですね、量産してもですね、棒というならば、うまい棒だけでいいだろうという感じですかね。わかんないけど、まあ、オタクっていうのは、まあ、サブカウとかアニメに詳しい人と好きな人だというふうにされてるけど、まあ、それが一丁紙で、一丁紙ってわかんないけど、一丁紙で芸術のぶってダメなわけなんですか。それは何歴史に関する教養がないからなんですか。よくわかんないんだけど、まあね、まあ、みんな好きにすればいいんじゃないかとしか思わない。で、僕は彼の発言に嫌だったそこだったけど、thank you.
会社閉めて、まあシャッターも閉めたからね。タバコやったら買ってくればよかったね。なんかあのロスを売ったのかな。今少し汗が出てるよ。汗かくと少し熱が下がるはずだからいいじゃない。